just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. はい、皆さんどうも、48モトブログご視聴ありがとうございます。シングルパパです。いや、今日48ね、久しぶりの48だよ。かっこいいね。久しぶりに乗ると分かるんだけどさ、結構スパルタンでいいよね。あ、朝なんか今日エンジン一瞬かかんなくてさ、俺ビビっちゃったんだけどね。えやばいよやばいよやばいよ。まあね、今日は48で出てきてます。いいんじゃないのかなと思うんだけど、さあよっこいしょいち、あ、古いおじさん言葉出ちゃった。さあじゃあ行きましょうかね。よいしょ、よっこらせ、よいしょ、最後行こう。いやー、皆さんどうですか、走ってますか。シングルパパ走ってよ。はい、改めましてシングルパパです。48ご無沙汰です。ありがとうございます。はい、やっぱりね、48は楽しいね。スポットはキビキビしててね、ヘリテージとはまた違う、これだこれだっていう走りがありますよね。すごく気持ちいいです。やっぱキビキビしてるよね、スポーツさん。名前やっぱスポーツってつくのは伊達じゃないね。ほんとそう思う、スポーツさん。すごいやっぱりね、何走りがスポーティーな走りを見せてくれるよね。気持ちいいです。やばいな。あー、なるほどね。こういうとこ怖いだろうなね。え、初心者マークじゃここ怖いよ、怖い、絶対怖い。まあね、本当に今日はね、ちょっと48の魅力を皆さんにねお伝えしようかなと思ってるんですけども、まあ、何よりもね、さっきも冒頭でもちょっとね触れたんだけど、スポーティーでね、すごくたまらない。もう本当にこの48っていうのはね、ヘリテージはやっぱ高速とかロングツルイングなんかね、もう本当最適、ゆとりを持って景色をね堪能して、ハンドル位置、シートポジションなんかいいじゃないですかね。足なんかもボードだしさ、もうすごい楽なんだよ。言えてないな、すごい楽なんですよね。だから本当にね、それに対照的にこのスポーツだったら乗る喜びを、改めて街乗りの喜びを教えてくれる。だからこれね、山とかカーブとかたまんないね。で、音もやっぱりね、エボリューションエンジンの独特のね、バンス感から出るね、音がもうまた、もう本当独特のサウンドでね、本当スポーティーなね、パタンっていうね、こういうようなね、バタ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 パンっていうね、パンチあるね、音が出てくるのがまたいいんだよね。もうゾクゾクっとするっていうの、背中が。ウィーみたいな。そんな感じでね、だからまあ、ヤッフーって出てきちゃうわけですよ。ね、気持ちよくて。ついついね、いけないいけないと思ってもアクセルがね、グイッグイッて広がる ね手首がね、クイックにね動いてしまうわけですよ。いやー、ほんと素晴らしい車両ですね。いやー、まあ、ブリッピングっていうのは本来ね、ハーレーではあまり良くないとされてるんだけど、まあそういう細かいことはいいじゃないですかね。危ないね、どうしたんだろうこの人ね。そんな小刻みに動かなくたって大丈夫ですよ。ゆっくり行けばいいんですから、間違えることあるんですからね。慌てない慌てない、だから僕もね、突っ込んだりして気をつけなきゃなっていう感じですよね。はい、みんなで楽しくねやりたいよね。道路でやっぱりさ、煽った煽られたってもう乗ってる人ならわかるでしょ。もうやだよね、変なら自分がイライラして、まあ、ちょっとつついちゃうことってあるじゃないですか。ありますよね、あります、僕もありますね。ありました、特にね、最近はもうぐっと減ったけどね、ないとは言わないけど減りました、だいぶ、ほとんどないですよ。まあ、つついてはいないよ、そんな、なんて、オラオラみたいな、あ、ちょっと近づいちゃったなぐらいだことはありますよ。ね、だけど、なんていうのかな、もう何が、まあ、ちょっと話ずれちゃったね。何が言いたいかっていうと、やっぱりお互い嫌じゃないですか。
ね、休みの時でもそうだし、出かけててもそうだし、なんかこう喧嘩に負けた感があるっていうの、喧嘩みたいに。だからそういう気持ちになるのも嫌だし、ね、お仕事されてる時、してる最中とか、まあ、帰りとかね、通勤の帰りとか疲れ切ってるとかおられちゃったりとか嫌だよね。だからそこら辺はさ、自転車じゃないけどずっと我慢しましょう。いろんなこと、いろんなパターンがあると思うんだけどね、話ずれてんじゃねえかよ、48の話からよ。まあいいや、ね、この48に乗るとなんかそうやってワクワクしちゃって人が良くなっちゃうんだよね。俺変身しちゃうんだよね、48マンっていうの。まあそういうのやらないか、ね、でも本当にそうね、僕もアクセル開けるときあるけど、やっぱり場合ね、あのロケーション見ながらグッとね、手首を動かすようにしてます、さすがに。うん、まあこういうとこだと危ないんでね。で今日は日曜日なんでサンデードライバーなんかも多いし、わざとじゃないんだよね、あの確認不足の車線変更とかもあるからね、わざとじゃない。あーね、そういうのもお互いに危ないしね。うん、でこっちも危ないなーって向きになっちゃうパターンもあるかもしれないしね。それはバイクとか車じゃなくてもね、お互いね、車両同士でもね、あの車バイクバイクでもそうだけど危ないんでね。今日なんか朝なんかあのフェラーリのあれはね、なんだろうな、512だと思うんだけど、左側を思いっきりすり抜けられてね、おーびっくりした俺、危ないと思ったよね本当に。だからそういうこともあるんでね、まあ気をつけてお互いにやっていきたいな。ついついね、特にスポーティーな僕もそうだけど、マフラーなんかついたりするとガバッと開けたくなる気持ちもわかるんだけどね、グッと押さえていきましょう。ポイントポイントで楽しみましょう、そこはね。うん、あれ反対側事故かなんかあったんだな、気づかなかったけど、急に混み始めてるな。うんね、やっぱり僕はこの48なんだけど、ハンドルをねスワローバーでグッと低くして、で前からね、まあ、マイク見てる方は分かるけど、このステップをね、木島さんのハイミッドに変えてるんだけど、ミッドコンに変えてるんでね、真ん中に。でちょっと木島さんのハイミッドでステップ位置がちょっと高いんだよね。あれが膝の位置がかっこいいんですよ。オートロコン乗れ、なんかこう攻めてる感があるっていうのね、カフェスタイルみたいな、なんかカフェレーサーっぽくなるっていうの、ちょっとレーシーな感覚になってね、それは楽しくなるんですよね。ですから速度以上に実際こうね、前傾になってるんで、まあ、ね、車高が低いんで、こうなっての速度感を感じるっていうの、うん、感じなんですよね。だからすごい楽しいんですよこれが、ね、はい、そんな感じの僕のね48なんだけど、ね、うん、かっこいいですよ、やばいですよ。でそろそろ気温も下がってね、朝晩になるとちょっとね気温も下がってきたよね。で今走るとね、ほんとちょうどいい心地いい風でね、すごくちょうどいい。今お昼ぐらい、お昼過ぎぐらいなんだけどね、ちょうど一番暑い時期だよね。うん、暖かい時間帯か、ね、時期じゃなくて時間帯なんだけど、それでも走るとちょうどいいなっていう感じです。だから改めて、あ、48買ってよかったなって思うね。買い物といえば全然話変わるんだけど、僕ね、皆さん、なんて雑誌でさ、なんだろう、ほら組み立てるシリーズってあるじゃん、ディアゴスティーニアッシャさんあるんだけど、最近ね、まあ、今これ9月初旬なんだけど、9月入ったばっかりなんだけど、なんとアッシャさんからね、あの人気アニメね、キャプテンハーロックのアルカディア号がね発売されたんですよ、創刊されたんですよ。やばいね。で、あれね、ずるいんだよ。まあ、俺もね、昔、ディアゴスティーニさんなんだけど、もう、シューマッハのラジコンカー買ったりね、エンジン付きの F1 のね、買ったりとか、フェラーリの。あとは、スターウォーズの R2D2。もう散々、いや、いいんだよ。いいんだけど、あまりの金額と、まあ、計算すると分割だから分かんないんだけど、どえらい金額なんだよね。で、どえらい期間がかかるんだよ。まあ、今回も来れることもなく、ただ、今回はずるいよね。アッシャさんはプレミアム購読っていうのもあるんで、普通の購読、定期購読以外にプレミアム定期購読っていうのはね、通常価格プラス250円払うと、なんとその特典として、あの、ね、星野哲郎を持ってる選手の銃が特典としてつくんですよ。1分1のスケールでギミック満載、音も鳴るっていう、リボルバーの回っちゃうみたいな、やばいでしょ。何の悩みもなく定期購読してたよね、プレミアム定期購読。もうこれね、俺だけじゃなくてハマってほしい、俺の世代は。やばいよね。まあもっとマニアックな話しちゃえば、シリアル番号を知りたいよね、選手の銃の。マニアックなこと言ってるでしょ俺ね。まあまあそれは置いといて、
ね、そんな買い物を最近してしまって、ね、高速代も最近はケチるようにしてるのにやっちまったなっていうね。おかげさんで、ね、サブスクであるあのフールとか、なんだっけな、なんかアニメ見るバンダイチャンネルとかね、あったんだけど解約しまくったよ、それのために。ああやっぱり何かやるためには何か我慢しなきゃいけないからね。本当にだからそんな感じでね、今回させてもらったんだけど、いや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 ですよ、本当にやっちまったなおいみたいなね、感じでした。まあまあね、まあ今後楽しみにしていきたいなと、動画でお伝えするまた、ね、場面があったらね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、ね、まあ48の動画はどこ行ったみたいなね、まあ冒頭で行ったじゃないかみたいな、まあ、買い物、男心ってなダメだよね。まあ、そのさっきね、48もそうだし、バイクもそうだけど、アシアもそうだけど、ずるい、もう本当に男心くすぐるぜみたいな感じで、まあ、今日の動画はそんな形で、まあ、ちょっとね、つまらない小話になっちゃったんですけども、またよければ高評価いただければと思います。じゃあまた次の動画で会いましょう。では、じゃあねー、おやっほーい。